遅いわよ。二人揃って何してたの？あー、散歩？結局、僕たちが最後になっちゃったね。お前ら、もう準備はできてんだよな。当たり前だ。リウマ、しっかり寝てきました。行きましょう。カノンを止められるのは私たちだけよ。ああ、ねえ、アサヒ。ああ、ごめん。よし、それじゃあみんな、行こうか。妄想キュッチ、一丁入っとくっち。イベントの予感っち。寄り道していくっち。ねえ、このお店は？ここは里吹屋だ。フィギュアとか売ってる店だよ。ぬいぐるみなんかもあるわね。オイラはぬいぐるみじゃないっち。何も言ってないわよ、変態ピンク。ちぃっていうか、あんたは何なの？一体何の生物なの？犬にも見えるし、恐竜にも見えるわ。こんな生物、見たことも聞いたこともない。あんた、何者なのよ？オイラは、さっきの由緒正しき使いまっち。なあ、さっきは知らないのか？え、私？妄想獣なの？それにしてはおかしな形よね。ねえ、ピン君は知りたい？自分が何者なのか。ちょっと興味あるっち。そっか。それじゃあピン君の正体を探しに行きましょう。探すって一体どうやって？こういう時はね、足で稼ぐのが一番だから、秋葉原の人たちに聞いてみましょう。またトリケラトプスだよ。あの人に聞いてみるといいかも。どうしてよ？あの人恐竜ガチャしてたろ。だからきっとその筋の人だって。すみません。この子のこと知りませんか？オイラピンくんち。君は？プリティでキュートなマスコットっち。喋れるのか。それにしてもよくできてるな。これ一体どこで買ったんだい？あ、いえ、買ったりとかじゃ。そうなんだ。だけどこんな生き物が実在するなんて。実在してるっち。そっか。さっき、宇宙人さん、聞こえますか？今、あなたの心に語りかけています。何よ、あの男。ユーマオタクとかなのか。一応聞いてみるか。ちょっといいですか？むむむ、もしかしてあなたは金星からの使者か？え、私がヴィーナス？おい、そうじゃないだろう。そうだった。この子のことを知りませんか？ピン君の登場っち。これはなんだ？ピン君っち。君は僕をからかっているのか？からかってねっち。僕が心に語りかけたのは、君のような意味不明な宇宙人じゃない。語りかけられてねっち。僕は君を認めないぞ。君みたいなのはせいぜいモスマンだ。それかチパカブラ、もしくはウバザメの死体だな。もう知らねっち。よ、スカイフィッシュ。オイラは魚じゃねっち。
ポイントって忘れずにしとけって。妄想球に入るっち。はあ、日本のファンタジー業界はもうダメね。あの人いいんじゃないか。なんだかファンタジー好きそうだし。あの、このキャラを知っていますか？え？どのキャラ？オイラのことっち。妖精さん？そうだっち。違うだろ。だけど、妖精にしては珍妙ね。ファンタジーにふさわしくない風貌よ。やっぱり違うっち。でも喋れるのね。てっきり専門の言葉を使うものだと思ってたわ。日本語得意っち。ねえねえ、他の言葉も喋れるの？知らねっち。なんだ、残念。妖精って案外普通な感じなのね。無駄に傷ついたっち。ピン君は使い魔だから妖精っていうより悪魔なのかな。デビルピン君っち。どういうこと？どうしたんだ、コトミ。なんでもないわ。結局何者なんだ？オイラが知りたいっち。やっぱり知りたいよね。さっきどうしたっち？ねえピンク、ピン君はお父さんとお母さんに会いたい？考えたこともなかったっち。え？そうなの？オイラ、サキと一緒にいられるならそれだけで嬉しいっち。そっか、ありがとう。だからこれからも一緒っち。これからもね。サキ、中古商品大安売り。懐かしのゲームが見つかるかもしれませんよ。おお、何か掘り出し物はあるかな。朝日って昔からゲーム好きだよね。そういう水木だって昔は一緒によくゲームしてたじゃんか。葉月さんと3人で遊んでたゲーム、あれ面白かったよな。もう朝日、あれじゃあちっともわからないって。それじゃあ俺の幼馴染失格だな。はいはい。で、何を探してるのかな。忍者ごっこのゲーム、それとも侍ごっこの、もしかしてスリになるゲームかな。なんだ、覚えてるじゃん。だってあんなゲーム学校でやってるのは朝日くらいだったよ。まあ面白かったけど、ちょっと趣味が小学生じゃなかったよね。ふん、渋かっただろう。葉月さんだって楽しそうだったしさ。そうだ水木、葉月さんの退院祝いにゲームして遊ぼうぜ。え、どうしたんだ？ううん、こんな状況なのに遊んでていいのかなって思ってさ。息抜きも大切だからな。これだから朝日は、まちょっとした気分転換にはなるかな。それにきっと姉さんも喜ぶよ。それじゃ早速買いに行こうぜ。せっかくだし、すりごっこのゲームがいいな。もう、あれは一人専用でしょ。4人用の大混乱ボコボコシスターズにしようよ。へえ、別にいいけどさ、ボコシスって葉月さんめっちゃ強かったじゃん。はあ、なかった。もう、そんなに肩落とさないでよ。いつか見つかるから。いや、俺は諦めないぞ。こうなったら裏通りのスーパープテトだ。
あのゲーム置いてあるといいね。きっとここならあるはず。前に売ってるのを見かけたからな。なかった。さっき売り切れたなんて嘘だろ。まあまあ元気出して。つかみずき、お前なんか買ってなかったか。うん、つい懐かしくなっちゃってね。ほら、パネルをシュッシュするゲーム。おお、懐かしいな。結構難しい記憶があったけど。朝日はいつも途中で投げ出してたっけ。それでいつも僕が代わりにクリアしてたんだよ。ああ、思い出した。てか、いつも向きになってたのは水木じゃん。え？そうだっけ？一度始めたらクリアするまで絶対に諦めなかったろ。今思えばあの頃から頑固だったんだな。俺たちが喧嘩した時だっていつも葉月さんが仲裁に入ってくれてたぞ。覚えてないかな。あ、忘れたふりしたろ。たく、そういうところは大人になりやがって。だけど今日の僕たちは子供だよ。ほら、次のお店探しに行こうよ。こんなところで一体どうしたの？それは葉月さんの退院祝いに昔みたいに3人でゲームしたいなって思って。退院祝いか。姉さん、なんだかね、しんみりしちゃった。どうして？だってあの朝日くんの口から退院祝いだなんて言葉が聞けたんだもん。それどういう意味かな？そのまんまの意味だよ。朝日くんも水木も大人になったんだなって。私のこと気遣ってくれるんだもん。そりゃお姉さん嬉しくもなっちゃうよ。水木。そうだ朝日くん、何のゲームでお祝いするつもりだったのかな？ああ、昔3人で遊んでた大混乱ボコボコシスターズです。おお、びっくり。もしかして覚えてました？ううん、そうじゃないの。だって私さっきそのゲーム買ったんだもん。え？たまたま立ち寄ったお店でね、売ってたんだ。もしかしてそれって、裏通りのお店だよ。なんだかね、急に懐かしくなっちゃって。なんだ、犯人は葉月さんだったのか。え？犯人って？ああ、こっちの話です。だけど買ったのが葉月さんでよかった。一緒に遊びましょう、葉月さん。それはできないかな。え、どうして？全部が終わった時、その時にはこのゲームで遊んであげてほしいかな。姉さん。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。イベントを起こすっち。もうすぐライブイベントが始まるにゃん。ん？ライブ？の？興味あるかにゃ？にゃん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 、一緒に盛り上がるにゃん。ライブですか？なんだ、見たいのか？見てみたいですが、見るよりもやっぱりライブがしたいです。妄想に頼らないで自分の力で皆さんの前に立ちたいです。おお、その意気込みだ。リッピョンの生歌をみんなに届けよう。でもライブといってもやっぱり場所が。そっか、確かに会場が。あ、どうしたんだ？
場所ならありました。センガソン、オラ今日も歌うぞベイビー。何もないここが今日の俺のステージだぜ。そっか、ストリートライブ。はい、そうです。だけどやっぱり機材が必要ですよね。それだったら俺はこの秋葉原でオーディオ専門店シルバーサウンドを営んでいる。もうかれこれ20年以上になるかな。そんなに昔からやってるんですね。アンプ、スピーカー、それにヘッドフォン、うちに来れば何でも揃ってるぞ。音田さんのお店に行こう。確かジャンク通りだったような。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。わっ、いたいた。どうも、いらっしゃいませ。ストリートライブをしたいんです。機材って売ってますか？え、ストリートライブ？はい、リユの歌を皆さんに聴いていただきたいんです。だけどスピーカーも何もなくて。おお、スピーカー。いや、感動だ。まさかこんなに若い子がオーディオに興味を持つだなんて。売っているのでしょうか？ああ、売ってるよ。だけどね、いきなりスピーカーを買うのはおすすめしないかな。どうしてでしょうか？スピーカーはね、こだわり出すととんでもなく高いんだ。かといって安いのは音も割れちゃうんだよ。安かろう悪かろう、それがオーディオの世界なんだ。やっぱりそうですよね。だけど大丈夫だよ。スピーカーがなくても歌に気持ちがこもっていればきっと大丈夫。まあこんなこと言ったら音響や失格なんだろうけどね。だけど俺はこれが真実だと思う。気持ちのこもった歌は音響機材じゃ超えられない壁を超えられるんだ。だから頑張ってね。はい。それじゃあライブが決まったらぜひとも呼んでくれ。そっか、そうですよね。リピョン、音田さんは気づかせてくれました。理由は今、妄想だけでなく機材に頼ろうとしていたんだと思います。朝日さん、理由はもう機材の力には頼りません。あ、わかった。と言っても、次は一体どうしたらいいのでしょうか？そうだな。メイド喫茶です。このチラシがあるとドリンクサービスです。あ、そっか。どうしたんだ？チラシですよ、チラシ。告知用のチラシを作りましょう。ああ、なるほど。会場がなければお客さんもいませんからね。頑張ろう、リピョン。チラシだったら UBX で安く印刷できるはずだ。リユのお手製チラシ、心を込めて作りますね。ここでチラシが作れるはずだ。それでは朝日さん、ちょっと行ってきますね。朝日さん、できました。あ、可愛くできたな。はい。あれ、でも日付と場所が書いてないけど。もう朝日さん、こんな毎日じゃ日付は決められませんよ。そっか、それもそうだな。なので日付は後で手書きします。場所の方もそれに合わせて決めようかなって。うん、それがいいな。で、あれ、どうしたんですか？っていうかさ、ストリートとはいえ勝手にライブしていいの？
さすがに事務所の許可とか取らなきゃいけないんじゃないのか。事務所？だってアイドルだったらやっぱり事務所の許可が必要だろ。妄想の時みたいな大きいイベントじゃなくてもやっぱり事務所の人には報告しなきゃ。アイドルには変わりないんだからさ。あの、どういう意味でしょうか。どうもこうもそのまんまの意味だって。妄想が壊れてイベントはなくなったけど、一辺は駆け出しのアイドルなんだから。メガネ君だって応援していたぞ。そっか、そういうことだったんですね。リッピョン。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。